GAZは、ロシアのニジニノブゴロドにある自動車メーカーである。は、もともと税の略で、ゴーリキー自動車工場という意味である。1929年に、フォードモーターとソビエト連邦の共同事業として、NNAZという名前で創業した。1932年に、市の名前が、マクシム・ゴーリキーにちなんだ、ゴーリキー市に変わったのに伴って、社名も、現行のものに変更された。1935年から1956年の間は、ヴィャチェスラフ・モロトフにちなんだ、モロトフ記念工場という名称であった。現在は、株式会社、自動車工場GAZやウラル自動車工場などを抱える、大規模企業グループとなっている。この工場で作られた、最初のモデルは、フォードモデル A をベースにした、中型乗用車GAZ A と、フォードモデル AA をベースにした、トラックシャーシのGAZ AA であった。いずれもフォードが1929年下期に、モデル A 及び、モデル AA のビッグマイナーチェンジを行って、捻出された、前期型モデル製造用の中古ツールで生産された、ものである。GAZ A の生産は1932年から1936年まで続き、10万台以上が作られた。A は、フォード V8 の旧モデルのボディプレスを買い取って生産したGAZ M1 に引き継がれ、1936年から1942年まで生産された。M の文字は、モロトフの名前にちなみ、この車には、M カというニックネームが付けられた。戦前型GAZは、ベースのフォードを、ロシア流に読んだ、フォルトと、通称された。A と M1 の経験を生かし、GAZの技術者はフォードに頼らない国産車の開発に、取り組んだ。第二次世界大戦の1942年に、GAZ-11 の生産が開始され、戦後の1946年まで続いた。1941年には、M2 のボディの供給が縮小され、初の前輪駆動のGAZ-61 が作られた。一方で戦争中には、アメリカ合衆国とのレンドリースに伴う輸入部品を用い、シボレー G7107 と G7117 の組み立ても行っていた。また、アメリカ製のジープを参考に、GAZ-61 をベースに、GAZ-64 が開発され、さらにGAZ-67、GAZ-69 に発展した。大戦中、GAZの技術者たちは、戦後に製造されることになるすべての新モデル開発に着手していた。GAZ M20 ポベーダと呼ばれる、セミモノコック、前輪独立懸架の 2.1 リッター級中型セダンの製造は1946年に始まり1958年まで続いた。GAZ-72 という前輪駆動タイプのものも、小規模ながらも生産された。以後は6気筒の上級モデル開発なども進め、1950年代後期以降は、ポベーダの後継モデルとして、同クラスだが近代化されたデザインを持つ中型セダンの、ボルガや V 型8気筒エンジン搭載の大型乗用車、チャイカを開発。ソ連における中級、上級車のメーカーとしての地位を得た。ボルガは1960年代中期設計のモデルが2000年代後期に至っても未だにリデザインされながら生産され続けている。GAZは、ゴゼルGAZ-66 のようなトラック、GAZ-69 やGAZ-2330、ティーグルのような4輪駆動車、SU-76、BTR シリーズ BRDM-2 など、軍用装甲車両の生産も行っている。なお、GAZは、ソ連時代のゴーリキー自動車工場時代に、BRDM-2製のロータリーエンジンの供給を受けて、自工場の車両に搭載していたことが近年になって、知られるようになった。GAZ製ロータリーエンジン搭載車両の特筆すべき点は、GAZ3102 の KGB をはじめとする官公庁、専用販売グレードや高級官僚向けリムジンGAZ14、チャイカ23ローターエンジン搭載車をラインナップしていたことである。3ローターの市販車両への採用例は、マツダのユーノスコスモを除けば、世界的にもGAZ製車両にしか例がない。しかし、これらのソ連製、ロータリーエンジンは、冷戦時代に NSU やマツダへのライセンス料を支払わずに、生産を行っていた関係で、現在エンジンメーカーのBRDM-2も表立って、ロータリーエンジンの存在をアピールしておらず、ロシア語の言語の壁もあり西側英語圏諸国も含めて、ロシア国外へは未だにその全容が十分に伝わってきていないのが現状である。2006年にダイムラーがミシガン州に新しい工場を作ると、ダッジストラトスの古いラインがGAZに払い下げられ、ロシアまで運ばれた。GAZはストラタス型のいくつかの車種を新しく作る計画を持っている。GAZはヨーロッパとアジアに市場を広げるつもりであり、2006年に作られたバーミンガムの工場でも増産する予定である。2009年にゼネラルモーターズが米連邦倒産法11条適用による事実上の経営破綻を迎えたのに伴い、100% 子会社だった、オペルをGAZやカナダの自動車部品会社マグナ、インターナショナルなどが参加する、企業連合が買収することで一旦仮合意したが、最終的には、グループ PSA によるオペルの買収が2017年3月6日に、正式発表された。ありがとうございます。